よし、また一頭殺したぞ。あの、カリカロ、その言い方、物騒ですから控えてくださいな。なんだよ、じゃあなんて言えばいいんだ。そうですね、例えばですけれど、やっつけたとか、倒したとか、せめてそれくらいにとどめてはどう？はぁ、なんでまたそんな奥歯に物が挟まったような言い方しなくちゃいけないんだ。でしたら想像してみてくださいな。ファルたちにカリカロの喋り方が映ったらどうなると思います？そりゃもう、ちゃんと想像してごらんなさいな。モネが笑顔で一頭を殺したと喜ぶ姿を。いや、まだ映ると決まったわけじゃない。そんなのは映った時に考えればいいんだ。もう、それでは遅すぎますわよ。確かに、モネのあの柔らかい雰囲気でカリカロの口調というのはきついものがあるな。さて、もう十分食材は手に入ったし、そろそろ帰りましょうか。ああ、そうだな。じゃあ私はここで失礼するわね。旅立ちの時に改めて合流させてもらうから。なんだよ、せめて一緒に食事くらいしていったらどうだ。素敵なご提案だけど、慎んでご遠慮させていただくわ。それじゃね。行ってしまいましたわね。せっかくこっちから歩み寄ってやれば、あの態度か。そういうことを言うのはやめましょう。なんだかんだで狩りを手伝ってくれたんだから。まあそれはそうなんだけどさ、いちいち勘に触るんだよなあいつ。とにかくまずはねぐらへ戻るか。あのファルって子も、もうそろそろ冷静になってくれている頃じゃないか。ええ、そうね。行きましょう。今帰ったぞ。って、誰もいやしない。どうも、まだ部屋にこもったままらしいな。あら？こんなところに紙が置いてありますわ。ファルの字ね。ごめんなさいですって。一応反省はしてくれたってことか。ええ、そうだと思いますわ。あの子なりに精一杯謝罪の気持ちを伝えようとしているのでしょうね。どうしたのゼフィ、何か複雑な顔をしているように見えるけど。あ、いや、なんでもない。ただ、少し懐かしかっただけだ。グランと俺は、よくこんな風に不器用な仲直りをしたものだ。グランは、仲間たちは、今頃どうしているんだろう。最後に退治した時、あいつ何とも言えない顔をしていたな。また再び会えたとしても、昔のように笑い合うことはできないのだろうか。ゼフィ。ああ、なんだ。ぼーっとしていたけど大丈夫？私ちょっとファルたちの様子を見てくるわね。それじゃ、その間に一丁料理しといてやるか。カリカロ、私にも手伝わせてくださいな。いや、気持ちだけ受け取っておく。顔色があんまり良くないから、食事の時間まで少し休んでおけ。そんな、平気ですわ。だったら俺が手伝おう。それなら君も多少は安心して休めるだろう。ですが、俺はこのねぐらの招かれざる客だ。仕事を与えてくれないと
居心地が悪くて仕方がない。俺を助けると思って君の仕事を譲ってほしい。どうだろうか。わかりました。ではお願いしますわ。力不足な感は否めないが、まあ仕方ないか。ゼフィー、ついてこい。ああ、了解した。よし、できた。盛り付けを頼む。ん？なんだ、何を驚いている？あ、いや、まさか君がここまで料理が上手だなんて思わなかったものだから。それ、どういう意味だ？お前、私をバカにしてんのか？え、称賛しているつもりなんだが。無自覚ときたか。余計たちが悪いな。それより盛り付けをすればいいんだったか。任せてくれ。まあ悪気がないならいいか。じゃあ頼んだぞ。ああ、了解した。お前やけに楽しそうに見えるが。そうだな、感覚的には大工仕事とあまり大差ないから実際楽しんでいる。大工仕事ってお前。今のはファルの声か。何があったんだ。おい、大丈夫か。何があった。カリカロ、ゼフィー、ファルが。ファルってば、どうしちゃったんだよ。ファルちゃん、ファルちゃん、モネのことをわかるのです。わかるなら返事してほしいのです。ファル、ファルってば、しっかりして。なんだ、今の彼女はどう見てもまともじゃない。一体何があった。おい、まさかこれって。ええ、どうやらファルもルルータ同様こっそり食事を捨てていたみたいね。となると彼女は竜の血肉を長らく摂取できていない。そう、だから今こうして狂気に侵されかかっているんだわ。おいおい、なんてこった。ちょうど今料理ができたばかりだ。すぐに食べさせよう。行くぞファル。こら、暴れるな。いや、何を言っているのファル。すぐにでも竜を食べないと正気を失ってしまうかもしれないのよ。ミネッサ姉の言う通りだよファル。やったら、いや、どうしてそんなわがままを言うんだ。ルルタはミネッサ姉たちのことがあんなに大好きだった。それなのに竜になったら食べられなく、ミネッサ姉たちを殺そうとしたでしょ。それは だから私このままおかしくなって死んでしまえばいいの。ミネッサ姉たちを傷つけて殺してしまうくらいなら、そっちの方がよっぽど。失礼しますわ。
ラポネット休んでたんじゃ。これだけ大騒ぎしていたら私の部屋まで聞こえますわ。ファル、落ち着きなさい。ファル、よく聞いてくださいな。今死んでしまったらもうミネッサや私たちとは一緒にいられなくなりますわ。私は少しでも長く一緒に過ごしたいと思っているのですけれど、あなたは違いますな。それにもしかしたらこの先私たち魔女に何かの救いが訪れないとも限らないでしょ。だから自暴自棄にならないで。だけどねえハル、フルータがあんなことになってしまって気持ちがめげてしまいそうなのも私も同じよ。ハルや私だけじゃない、ここにいる全員が同じなの。だから一人で抱え込んで我慢することはないわ。よく考えてみてくださいな。ハルがそうやって何もかも投げ出すのを天国のルルータがどう思うかを。ルルータが？え、そうよ。どうかしら。ルルータに怒られちゃいそう。え、私もそう思いますわ。だから最後の最後まで諦めないでくださいな。うん。じゃあみんなで食事にしましょう。それでいいですわね。うん。ラポネ、みんなごめんね、迷惑かけて。よかったのです。ったく心配させやがって。ハル、一緒にご飯食べに行こう。ああ、寿命が縮んだよ。本当によく説得してくれたものだな。ラポネットは普段おとなしいけど心は強い子だもの。いつだってブレないから、こういう時に一番説得力があるのよね。そのようだな。てっきり一番頼りないのかと思っていたが、俺も少しばかり認識を改めないと。さあ、とにかくご飯にしよう。あいつらが待ってるからな。腹が減ればみんな不機嫌になるし、腹がいっぱいだと眉間のシワもなくなるってもんさ。ほら、お前の分だ。ああ、すまない。ああ。ちょっと、どこへ行くの？別に、どこへも行かないが。でも、現に隅っこまで移動してるじゃない。あ、ここで食べようと思っただけだ。遠慮してんのか？普通に私たちと一緒に食べればいいだろうが。一緒に？もしかして一人で食べるのが元々の習慣だったの？ああ、両親ともに早く亡くなったから一緒に食べるという発想がなかったようだ。騎士団では各自鍛錬の後に食事するから時間もバラバラだしな。椅子ならありますわ。どうぞ座ってくださいな。ああ、ありがとう。いえ。彼女なりに気を使ってくれたのだろうか。入れたまましゃ、うん、おいしいですか、ファルちゃん。竜の血、肉、おいしいって感じちゃいけないのに、おい
しいって思っちゃう。モネたちは魔女だし、カリカロちゃんたちが一生懸命作ってくれたご飯だから美味しいって感じます。それでいいと思うのです。そうね、確かに。俺もつい先日までは自分が竜を食べるなんて想像もしていなかった。なのに今はこうやって平気で口にしている。人の一生なんて本当にわからないものだな。あの、質問があるんだけど、いいですか？なんだ？ゼフィーは男だけど、魔女でもあるんでしょ？だから、ゼフィーも竜を産むようになるのかなって。うわ、キモ！ああ、いや、産んだ試しがないから、その辺は。できれば産みたくなんかないな。そういや、そこってどうなってるんだ？魔力を帯びてて、竜の血と肉で力を補っている以上、彼は魔女であることは間違いないが、たとえ男性であろうと、魔女である以上は竜を産むんじゃないかと思うけど。この先竜の胎動を感じることがあれば、そういうことになるでしょうね。竜の胎動か。ていうかラポネ、また人参避けてるでしょう。あ、そのラポネット、苦手なのはわかるんだけど。ええ大丈夫ですわ、ミネッサ。妹の前で好き嫌いするような姉では示しがつきませんもの。チキータ、それに他のみんなも見ていてくださいな。嫌いなものだって心を無にすれば。彼女、顔が青ざめている上に手まで震えてる。よっぽど人参が苦手と見えるな。ラポちゃん、モネがあーんしてあげるのです。モネ、せめてラポちゃんのためにそれくらいしてあげたいのです。どうですか？それじゃあお願いしますわ。ラポネーが人参食べた。ありがとう、モネ。おいしいですわ。どういたしましてなのです。うっすら涙ぐんでる。本当に我慢したんだな。おい、お前も好き嫌いせず残さず食えよ。ああ、分かった。それにしてもすっかり和んだ時間を過ごしてしまった。正直、自分が魔女になったと知った時は、こんな平和な時間を過ごすようなことは二度とないと思ったのだが、ラポネットたちはファルにかけた言葉の重みが今なら分かる。最後の最後まで軽はずみに諦めたりしてはいけないよな。カリカロね、後片付け終わったよ。綺麗になったのです。よし、洗い物も終わった。はあ、めんどくさかった。こんなのそこの男にやらせればいいじゃん。ええ、もちろん今後はゼフィーにも手伝ってもらうわ。いいかしら？ああ、もちろんだ。むしろ何か仕事がある方が気が紛れてありがたい。おい、お前、ラポネットが紅茶を入れたから、お前もテーブルにつけよう。
ありがとう。いえ。一緒に晩ご飯を食べただけでなく、食後のお茶まで、なんだか変な気分だな。あの、質問してもいいですか？俺にか。はい、そうです。男の人は私たちと比べて力があると聞きました。合っていますか？まあそうだな。一部の例外を除けば大抵の女性より俺の方が筋力はあると思う。筋力って何？うまいの？チキータってば何を言ってるの。筋力っていうのは筋肉の力のこと。なんだ、つまんねえの。見た目は女と変わらないけど、お前本当に筋力あるのかよ。実際に見せた方が早いだろう。あ、ほら。あ、おお、二の腕にあんなに力こぶが。モネなんか腕を曲げたって力こぶなんかできないです。すごい。本に書いてあった通り。あの、ミネッサ、どうしましたの？そんなに食い入るように見つめて。え？え？そんなことないわよ。男の体に興味津々だったりするのか？だから、そんなことないって言ってるでしょ。初めて見たからつい。そういうカリカラの方こそどうなの？何言ってんだ。私は別に全然興味なんかないからな。ねえ、男の人はみんなそれくらい筋肉があるわけ？さあどうだろう。俺はチンコン騎士団の一員としてそれなりに鍛えてきたからな。え、チンコン騎士団？ああそうだ、最初に会った時そう説明しなかったか。確かにそのことについて言及はしていましたが、伝え方が中途半端だったと思いますわ。そうだったか。新婚騎士団は私たちを狩ろうとする敵です。その一員ということなら仲良くすることはできないんじゃ。ブチトットの言う通りよ。今すぐ出て行きなさいよ。ほら。いや、ちょっと待ってほしい。俺は。みんな落ち着いて私の話を聞いて。ゼフィーが竜の血を飲んで魔女になったことはもう話したわよね。彼が魔女になってしまったことは騎士団にも伝わってしまってて、昔の仲間たちから追われる身になっているの。つまりもう鎮魂騎士団の一員じゃないと？ああ、もう俺はあそこに迎え入れてはもらえない。じゃあこのねぐら以外に行くところはないんですか？あ、そうだ。それじゃお前は私たちと同じってことか？あ、同じどころか魔女としては君たちの方が先輩だ。まあそういうことだ。だからみんな安心しろ。そう、そっか。あー、よかったのです。仕方ねえな、ここでコキ使ってやるよ。モネ、これからはお兄ちゃんって呼びたいのです。いいですか？え、俺のことか。しかし君と俺の間に血縁関係は。魔女は生命の宝玉っていう身から生まれるんだ。私たちだって血はつながってない。生命の宝玉。そういえば聖域の洞窟でもそんなことを言っていた気がするな。呼んじゃいけないですか？まあ君がそうしたいと言うなら。よかったです。じゃあこれからはお兄ちゃんって呼ぶのです。こいつなんてゼフィーって呼び捨てでいいだろ。これ
これから一緒に住むわけだし、仲間意識を強めるためにも今日だけお兄ちゃんって呼んじゃおうかな。いい？ゼフィーお兄ちゃん。お兄ちゃんか、なんかくすぐったいが、まあいいんじゃないのか。一気に打ち解けたみたいでよかった。ファルはお兄ちゃんって呼ばなくていいのか。いいの。あら、どうしてですの。私はもうお姉さんになる年だもん。そんな子供っぽい呼び方なんて絶対に嫌よ。難しいお年頃だな。ゼフィーお兄ちゃんは騎士だったのに全然怖くないのです。うん、私も思ってた。騎士団が怖くないなら、あのエビル・レイブンにもいい人はいるのかな。あいにくそれはない。ゼフィーお兄ちゃんやけにきっぱり答えるね。あいつらは鎮魂騎士団とは違い、法王庁に存在を黙認されているだけのならず者たちの集団だ。そして実際好き勝手に竜を殺し回り、その過程を楽しんでいる。人々の安寧を守ろうという信念など微塵もなく、ただ原始的な本能を追求しているに過ぎない。け、クソったれな奴らだな。ああ、しかも竜の部位を使って魔導器なんて妙な道具を開発しているし、あいつら一体何を企んでいるのやら。随分と嫌ってらっしゃるようですわね。正直私たちには同族嫌悪としか思えないかな。待て、さっきの説明でどうしてそうなるんだ。鎮魂騎士団とエビル・レイブンの仲が悪いということはとりあえずよく分かったわ。いや、いいところに来てくれたな。その口ぶりだとうまくいったと考えていいんだろうね。ああ、さっき完成したらしい。ほらよ、あんたのお望みの例の新しい魔導器だ。これが蒼龍の魔導器ね。作品にしちゃよくできてるじゃないか。そんじゃ俺は一眠りさせてもらうぜ。アバよ。やっとここまで来た。悲願達成の時は近いぞ。ところでさ、それなりに竜の部位も集まったし、そろそろズバーハのところにでも行かないか。そうね、いい考えだわ。また手伝いに行くのか。いいえ、今日は工房を使わせてもらうんですわ。工房？ズバーハ、お邪魔するわよ。なんだ、またお前たちか。で、今日は何の用なんだ。材料がたまったから調合したいんだよ。ちょっと工房を貸してくれないか。ふん、お断りだね。私はそんな親切な魔女じゃないよ。ということは何か依頼があるんですわね。どういうことだ。依頼を受ける代わりに使わせてくれるってことよ。そうでしょ、ズバーハ。話が早くて助かるよ。それじゃ私の後をついてくるんだね。相変わらずよくわからない魔女だな。仮面で表情が見えないせいか。邪魔するよ。ここへ来るのは久しぶりね。ええ、そうですわね。いらっしゃいませ、魔女工房へようこそ。人形が喋った。一体どうなっているんだ。おいおい、驚きすぎだっての。ゴゼッティア、
今後はそこの新入りにも工房を使わせてやることがあるかもしれない。扱う合わせ同士自己紹介しておくんだね。受けたまわりました、ズバーハ。私はコゼッティア。ズバーハによって作られた機械仕掛けの人形です。どうぞよろしく。あ、こちらこそ。俺はゼフィーだ、よろしく。ゼフィー、覚えました。それじゃあコゼティア、改めて工房の説明をお願いしますわ。はい、受けたまわりました。ここでは竜の部位を媒介として様々な飛躍が作成できます。貴重な部位の組み合わせからは貴重な飛躍が。それなりの部位でも組み合わせ方次第ではそこそこのものが出来上がります。飛躍？はい、飛躍からは特殊な竜を召喚できます。竜を倒せばレアな装備品を入手できますが、欲をかいて死なないようご注意ください。とまあこんな感じだね。どうだ、工房の使い方は理解してもらえたか？ああ、なんとなくうまくできるかはわからないが。それでいい。誰でも最初は失敗しながら覚えるものだからな。ああ、心得た。うまくここを利用すればきっと今後の戦いが楽になるはずだ。ようこそ工房へ。何を錬成しますか？これで錬成しますか？これで錬成しますか？これで錬成しますか？他にどれを使用しますか？どなたに使用しますか？これでよろしいですか？負けるわけにはいきませんの。私の番ね。倒れた。頑張りますわ。一撃ですわ。
行くわよ。これでどう？私の番ね。倒れた。行きますよ。いただきますね。お疲れ様でした。みんなのおかげですわ。どれを購入しますか？他に何かありますか？ごきげんよう。ごちそうさまでした。何事もなく夜が明け、そして朝食のひとときも終わった。モネ、お皿を片付けるのです。じゃあ私は洗うわ。こら、逃げようとしてもダメよ。チキータ、バレたか。もうみんな朝から元気ね。ルリュータのことを思い出しているのか。妹たちはたまに寂しそうな顔を見せる時もあれば、気丈に振る舞っている。年の割に気持ちの切り替えが早いのは、昨日のような急な別れを何度も経ているからなんだろうな。彼女たちぐらいの年でそういうことに慣れてしまうなんて悲しいことだ。みんな、おはよう。私のこと忘れちゃった？ま、ショックが大きかっただろうし、無理もないわね。シャルロッタよ。そうでした。シャルちゃんでした。それで、何か用かよ。あら、用事がなければ訪ねてきちゃダメなのかしら。悲しいわね。実際、用事があるから訪ねてきたんでしょ？ええ、その通りよ。さ、早速巡礼に出発しましょう。ああ、そういう話だったよな。え、ちょっと待ってよ。ミネサ姉たち、どこかに出かけるの？ええ、そうよ。もしかしたら、魔女にかけられた呪いを解くことができるかもしれないの。魔女の呪い？シャルロッタの話では、魔女が狂気に侵されたり竜になったりするのはその呪いのせいらしい。だからその呪いから解放されればみんな人間になれるそうだ。うんうん、そういうこと。で、この私が案内役を務めることになってるわけ。はわー、モネたちはルルータみたいにならなくていいってことですか？ええ、私たちが魔女と竜の秘密を暴いたら。待ってください。何ですか、魔女と竜の秘密って？星の神殿と呼ばれる3つの場所、北の聖殿、西の聖殿、南の聖殿に、そういうものが隠されているそうですわ。星の神殿については本で読んだことがあります。昔鳳凰朝が使ってた建物だって。でもそんなのが隠されてるなんて書かれてなかったよ。なるほど、少なくとも星の神殿とやらは存在するんだな。それも鳳凰朝が使用していたとは。心配しなくても大丈夫だ。最初から確証がないのは承知の上だからな。ええ、情報が本当かどうかはともかく、行くだけ行ってみようと思うの。そんな顔するなって。すぐ帰ってくるからさ。ああ、俺もついていくし、何かあればミネッサたちを守るつもりだ。だから心配しないで見送ってほしい。お兄ちゃん、死んでも守れよ。チキータ、またそんな無茶言って。
ネッサネ、カリカロネ、ラポネ、止めない代わりにお願いがあるの。私も一緒に連れてってよ。いいでしょ。え？ファル、私だってそろそろ狩りに参加できる年齢だもの。もう守られるばかりの妹は嫌。私もみんなを守りたいの。ファル、ファルちゃん、まあいいんじゃないか。もうぼちぼち外の世界を見て回ってもいい頃だと思うし。何を言い出すのよカリカロ、まだ危険すぎるわ。そんなことないわ、もう大丈夫よ。ねえ、ラポ姉からも何か言ってよ。そうですわね。ファルの気持ちだってわかりますけど、ミネッサの気持ちも痛いほどわかると言いますか。ミネッサね、お願いだってば。何度も言わせないで、あなたにはまだ早すぎるわ。これは呪いを解く方法を見つけに行く旅なのよ。足手まといを連れて行く余裕なんてないの。その星の神殿の周辺には特に強い竜ばかりが出没するらしい。だからミネッサは心配しているんだ。いいんじゃない、連れて行っても。その子の気持ちわかるもの。それに戦力は一人でも多い方が竜との戦いが格段に楽になるじゃない。ファルはまだ一度も狩りを経験してないんだぞ。戦力として勘定するには荷が重すぎる。それはまあ今はそうかもしれないけど、でもあなただってそういう時期はあったでしょ。その子さえ必死に努力すればすぐに一人前になれるわよね。あなたやる気はあるんでしょ。うん、もちろんよ。ファルを焚きつけるのはやめて。とにかくまだ早すぎるわ。ああ、頭が固いわね。じゃあこういうのはどうかしら。まず狂いの森で手頃な竜と戦って様子見しつつ、彼女にも手伝ってもらうようにするの。どの道聖殿に行くには狂いの森を通らなくちゃいけないしね。少しずつ離れしてもらって順応できないようであればねぐらに返せばいいわ。あの辺の竜だったら大して強くはないし、そうそう間違いが起きる心配はないはずよ。どう？なんだ、やけにファルの肩を持つな。少し気にかかるな。ミネッサ、今の話あたりが妥協点じゃないか。あまり押さえつけすぎるのも良くないような。だな、私もそんなところだと思う。私もですわ。わかったわ。じゃあファル、一緒についてきてちょうだい。うん、見てて、絶対にミネッサ姉たちの役に立ってみせるから。話がまとまったようでよかったわ。その、ありがとうシャルロッタ、口添えしてくれて。別に大したことはしてないわよ。モネ、チキータ、プチトット、少しの間留守番をお願いね。うん、了解。みんな気をつけて行ってきてくださいなのです。早く帰ってきてね。よし、じゃあ行くか。まさか俺まであんな風に見送られるとは。癖は強いがいい子たちだよな。ミネッサ姉たち、行っちゃった。行っちゃったですね。さっきまではあんなに賑やかだったのに。ガランとしちゃって、寂しいね。ファルのやつ、大丈夫かな？ルルータがあんなことになった後だと、あんまり軽はずみなことは言えないし。ファルちゃんが心配なのです。あ、そうだ、だったらルルータにお願いするのはどうだ。え？
だから私たちがルルータのところに行ってファルがちゃんと帰ってこられるようにお願いすればいいんだよ。ルルータは空から見守ってるってモネだって言ってただろ。あわ、なるほどなのです。そうだね、ルルータもきっと今頃寂しがってるだろうし。じゃあ決まりだな、みんなでルルータのところに行こうぜ。待って、何が欲しいの？これでいい？毎度あり。次のご利用。あんたかい。やれやれだね。私に何か用？さよなら。